青すげ。青スゲ、ケリックスルコクローラは、単子用植物、カヤツリフサカスゲ属の植物の一種。全体に緑色で、鞘や輪ペンにも赤や黒に染まるところがない。ただし、青スゲと呼ばれるものには、多くの変異があり。それらを、種内の変異とみなすか、複数種に分けるかについて、専門家にも意見の差がある。また、禁煙な一種も多く、 童貞が難しい。広い意味での青菅の特徴は以下のようなものである。この範囲に入る菅は北海道から南西諸島、伊豆諸島にまで分布し、田舎の道路脇から日向の草地、海岸沿いの砂浜、岩場から森林内まで様々な環境に生育する。生育する場によってもその姿は実に様々になる。青菅はその生育環境の広さもあって、 変異の幅が極めて広い。大きさでは高さ4 0トル近くになるものから、地表すれすれ、ほとんど数センチメートルほどのものまで、葉の幅も 3mm 以上のものから 1mm ほどのもの、色も単緑色から深緑色まで、葉や、花形の縁に、ざらつきがあるものないもの、こ布が茎の先端に集まるもの、やや離れるもの、あるいは葉の間に短い柄を伸ばしてこ布をつけるもの、 ほふ枝を出すもの、その他、様々なものがある。これらの扱いをどうするかについては、古くから論議があり、なかなか定まらない。日本の青菅に関しては、1940年代より、秋山茂雄らによって研究が進められ、いくつもの青菅類が記載された。秋山、1955には、以下の種と編集が認められている。大青菅は、青菅の 悲鳴と青杉は、糸青杉の変種としている。これに対して、その後これらをまとめて扱う流れが生じる。北村ほか、初版1964、かやつり草川小山が、担当による、保育者の原色日本植物図鑑や、新日本植物史、大杉三郎町、北川正雄海底1983に、それが見て取れる。 原色日本植物図鑑では、アオスゲ一種のみを認め、学名は、シーブロビカルミスとした。この下にアシュとして、ハマオスゲシーブロビカルミスサブスプ、ファイブロローザと、オオアオスゲシーブロビカルミスサブスプ、ロンチョファーアを、基本アシュのもとに品種として、メアオスゲフォアマアフィアナンドラと、イトアオスゲフォアマフィリカルミスの二つのみを認めた。つまり、以下のように分類されている。なお、 植物種の方は、糸青菅と浜青菅を青菅の変種としており、それ以外は認めていない。ちなみに、琉球列島において、日本植物種に相当する琉球植物種、初島重彦1975も、これらとほぼ同じ扱いで、種としては青菅の実を認め、その下に品種として、オ青菅を、変種として、姫青菅を、また種として、浜青菅を認めている。 しかし、1990年代頃より、再び細分の流れが強まる。新たな研究者たちにより、かやつり草かの研究が活発になり、青すげ類の見直しが進められた結果、改めて、青すげの編集や品種が独立させられ、新たな種が追加された。勝山では、以下の種がそれぞれ独立種として認められている。なお、保育者の図鑑は、 騒乱的な図鑑としては長く、標準に地位にあった。2005年現在、これよりむしろ、日本の野生植物の方がそう見られる傾向があるが、スゲ類に関してはこの図鑑は、省略が多い。また、新日本植物史はより専門的な図鑑として、標準に近い位置にある。これに対して、青スゲ類の新しい扱いについて、一般的な図鑑で掲載されているものはない。 前期のものを含め若干の図鑑等は出ているものの、杉やかやつり草類専門であったり、一般に広くルフするものとは言い難い。そういうわけで、現在もまとめた方の扱いを見ることが多い。杉を含むかやつり草科については、日本杉の会のような全国規模の会も存在し、専門家による研究も現在精力的に行われている。今後も新たな改変が行われるものと思われる。 イトアオスゲ、メアオスゲの内校舎は、最下のミホは、キ部近くから現れることなどで前者と区別するが、同じような性質により、ミヤケスゲを、雲シバスゲから見分ける。スゲ属において、時として、種内変異と扱われる上部の他キ部にも穂を持つ、性質や、クエ枝を出す性質は、草食動物の食害への適応とみられる。産地で見られるアオスゲ類は、 平地の青すげほどボソボソと実がたくさんついていることはない。むしろ本文字すげの類を思わすこともある。宴会地で見られるイソアオスゲとハマ青すオスゲは成熟するまでは見分けにくい。青すげによく似て、はっきり別種であるものも数多い。先に挙げた、重たる特徴から、青すげではないのであるが、一般的には同じに見える。過法を見れば区別できるものが多い。 青すげのように毛が生えているものは少ない。草すげとぬかすげあたりが特に似ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。